なんかさ、この前さ、あのさ、夜中に絵描いて、でも、絵描いてるときは全然喋ってなくて、多分喋れんかって、なんか集中してたんやろ。あー、なんか描いてるで、自分。そう、自分が多分無言で絵描いてるのに、あの、多分じゃないですわ。あの、声当ててくな。でもな、この動画やばい。あ、待って、2分半ちょっと過ぎぐらいしかない。あ、あ、これ何やと思う？しんちゃんです。しんちゃん描いた。うわ、これ好きよく、なんか一回線描いてから上からさ、肌色塗ってんの、なんか自分で言うけど好きやねんけど、これあれなんよな。この、なんてやろ、限られたさ、あれしかないからさ、あ、今早送りしてるね。多分服の色が、なんていうの、黄色とオレンジの間だったから、それをなんか三重に塗ってるね。やばい、時間ない。なんか喋りたいこといっぱいあんだけどな。何喋りたかったっけって。どうしよう、どうしよう。ん？ん？みんなさ、クレヨンしんちゃんの映画どれが好き？僕はね、あれかな、今から描くキャラクターでわかると思うけど、まあ、ヘナランドの大冒険です。うん。他にも好きなのあるけど、でも最近のやつでも結構好き。僕夢見ワールドとかめっちゃ見たな。夢見とか、あのサボテンのやつとか、最新のやつとか見てないけど、どうしようかな、今朝やねんけど。しゃあかんわ、完全に喋ることなくなった。どうしよう。僕さ、お昼ご飯さ、なんてやろ、なんてやろ、あの、実家の小学生の時とかな、なんかさ、お昼ご飯食べるやん。でさ、なんか土曜の昼とかさ、ラーメンでもカレーなりとか食べてさ、で食べた後にさ、お母にさ、今さっきさ、今その昼ご飯食べてさ、お腹いっぱいなのにさ、今日の夜ご飯何って聞くねんやん、僕。なんかそれでさ、お母によくさ、あんたさ、今さ、昼ご飯食べたやろって怒られた。でも、さすがにそうよな。だってさ、昼ご飯食べた瞬間、自分作った側やと考えてみる。作った側の子供がさ、昼ご飯作って食べさせた瞬間に夜ご飯何って聞いてたら、この子何ってなるよな。よく育ててくれたと思う。自分無理やわ、絶対こんな子。あ、マカオとジョマのどっちか書いてるね。これマカオなんかジョマかどっちかわからんけど、どっちなんやろ。これは、あの、左側の人だね。今、あの、下書き線画してるね。いいね。なんか眉毛の形整えてるな。そうやってまたなんかそのさ、描いたのにまた上から肌色塗るっていうな、これ。しかもなんか左の人の方がちょっとな、肌がな、濃いね。あ、もうすぐ動画終わるわ。どうしよう、どうしようか、どうしようか。みんな今日も一日頑張りましょう。って言っても今日土曜日やな。え、今日土曜日何曜日？わからん。どんでもいいんやけど、もう。なんか久しぶりどっか行こうかな。なんか温泉でさ、寒くなってきたからゆっくりしたいな。え、ゆっくりする？整いなー。はははやべ、終わる、終わる、みんなどうしよう、どうしよう。あ、バイバイって。なんか、思ったよりかがんかったな。うん。どうしようか。どうしようか。もうすぐクリスマスやね。みんな自分にプレゼント買いや。人に買うんじゃないよ。自分で自分に買うんやで。わかったな。